はい、それでは皆様、感謝してまーす。それでは、まりまーす。せーの、ひとりさんの、愛と、楽しみを配信する。お水、アナウはい、ということで、本日も6時台を全員集合となります。よろしくお願いしまーす。お願いします。では、まずこちらからのお知らせをさせていただきまーす。はい。はい。こちらでございます。1月27日土曜日、5人会の、ご案内でございます。はい。はい、こちらね、5人の先生方が、新小岩グリーンパレスにてお話をしてくださいます。はい、キラリング若草店、大島近見城主、キラリ城主。はい、そして、愛と光丸観察ってサロン、長塚直美城主。はい。はい。そして、丸観のお店、南草津店、中瀬文香城主。はい。はい。そして、モテモテ丸観、東京のモテモテ丸観、八甲系城主。はい。そして、兵庫県のロージーアフロディーテ、リンネ城主。はい。以上の、5名の先生方がお話をしてくださいます。はい。はい。お時間は、会場13時半、開演が14時から17時を予定しております。はい。はい、お申し込みはひとりさんのブログ、もしくはオフィスにお問い合わせください。はい、ひとりさんのブログでもお申し込みできます。はい。はい。だいたい、5時ぐらいの終了予定になりますので、はい。はい、あと、そうですね。花井社長も、ご参加、しますので、はい、その時に、この1月27日も、龍眼様、まあ、花江隊のお店さんでお買い物されてる方になりますけれども、お授け会ありますので、ぜひぜひご参加ください。はい、皆さん応援しに来てください。はい、あとは、この後ですね、18時から、懇親会というか、二次会も、設定してましたので、だいたい多分、会費は、3000円前後になると思うんですけれども、人数制限、ありますので、参加希望の方は、オフィスの方に、お申し込みください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。はい。ということで、以上でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。はい。では、ここからは引き続き、花ペソゲーム、いきたいと思います。ひとりさんを心の真ん中に、いろんな体験談、花井社長、達也部長の講演会等の、ご感想、だんだん良くなる未来は明るい等の、ご感想も大歓迎でございます。あとはね、昨日、すごい弱人さんのご感想とかもね、お話していただいたりもしましたので、ね、はい、商品とかの体験談も、お気軽にお話していただければと思います。はい、こちらでね、一回、発言していただきますと、花ペソ、1花ペソつきまして、はい、花ペソが溜まりますと、だいたい10ポイント、10花ペソぐらいから、プレゼント、はい、交換できます。はい。はい、あのね、5花ペソでもあります。はい、失礼しました。はい。じゃあ5から、ということで、ね、ますます、プレゼント交換しやすくなっておりますので、この場をぜひ、お役立てください。はい。ね、自分の花ペソがわからない方は、お店さんに聞くと、お店さんが教えていただ、お店さんから教えていただけると思いますので、お気軽にね、なんか、自分はどのぐらい溜まってるんだろうとか、思ってる方、遠慮なく聞いてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。それでは、お話ある方は、お手手を挙げていただきたいと思いますので、花ペソゲーム、スタートー。はい。はい。この間の、ありがとうございます。岩田陽子上司、ありがとうございます。感謝してまーす。ありがとうございま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 す。この前14日に、むっちゃん主催の、達也部長の講演会に行ってきました。はい。はい。で、またカンペを見ますけど、その時の話が、波動の話で、今の講演会のズーム、YouTube とかでも波動の話合ってるんですけど、その話とちょっと似てて、波動ってどういうことっていうことで、機嫌が悪いと波動が下がってて、で、運が悪いっていうのを話してくださって、機嫌がいいと運も良くて、波動っ
ていうのはそういうものだよっていうことを話してくださって、うん、波動を良くするにはやっぱりいい言霊を言う、うんね、うん、なんかモヤモヤした時にそのままの感情の言葉を出すとそういう波動が出ちゃうので、うんうんうん、そういう時こそチャンスってあいい言葉を使うチャンスで、あのやっぱそうやって悩んでる時とかモヤモヤしてる時とかはそういうことばっかり考えるから自分の波動も下がっていく。でそういう時こそ言霊で、そういう、すいません、そういう時こそ真剣にやるといいよっていう話をしてくださいました。なんかひとりさんは自分の機嫌を良くするためのことをずっと今までも教えてくださってるので、やっぱ言霊って大事だなと思って、私たちはもううち店長がお昼も夜も100回1000回ってあのズームを開いてくださってるので、やっぱいい言霊を言うチャンスが多いので、うん、本当にありがたいなと思ってます。あのでマナレスさんのひろこさんと一緒に行ったんですけど、はいはい、あのもうその車の中も、うんうん、マキさんとかうち店長が綺麗っていう話を聞いて、うん、ありがとうございます。見るたんびに美しくなられて、なんかうち店長はこの間、私はその時見てなかったんですけど、はい、昔の写真を出されたんですか、前回の時に。前回そうでしたっけ、なんか昔の写真を見せてくださったみたいな感じでひろこさんが言ってて、あでしたっけね、あったかもしれない。ちょっと、ね、ちょっと、でもなんかどっかの機会であったかもしれないですね。はい。もますます綺麗かっこいいって。ありがとうございます。ちょっとずっと褒めてました。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。あとなんか達也部長に最近おすすめの食べ物を聞いたら、はい、スナットあで教えてくださって、それを朝食にそれだけ食べたらすごい調子が良くて痩せたっておっしゃってましたので、はいはいはい、で試したら美味しかったです。ああね、私たちもやってます。はい、あの、うん、YouTube でもお話されてたと思うんですけど、陽子ちゃんはどんな感じで入れられてるんですか？あの配分、配分っていうか、あもうなんか適当にその日帰ってやったらすごい美味しくて、はい、ああ、あの納豆パックにタレとかは使わずに、うん、使わずにお酢だけ、はい、私は、うん、あの花井社長に、うん、あの伝授されたのは、うんうんうん、あの納豆1パックに、うん、大さじ1杯ぐらいの酢を入れて、社長はね、お塩大好きなので、うん、塩も入れて、私は今日初めて塩やったら、あの、すごいよ、あの、うん、すごいさっぱりっていうか、今までずっとこう、なんか醤油派というか、醤油も入れて、お酢も入れてっていう感じだったんだけど、今日初めて塩やったら塩良かったです。うん、やってみます。うん、本当にこう若返りにもいいし健康にもいいしすごいお肌にもいいし、んなんかいいことづくめですね。やります、うん、やってやって、もうねやっぱ毎日なんかこう習慣になるとすごい、うん、いいです、いいです、はい、ありがとうございますよね、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます。逆にいろんなことを教えていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ございます。ということで岩田陽子上司花別ポイントワンポイントゲット、おめでとうございます。万歳いきます、せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございました。そうだそうだ、あのなんか達也部長がもう一冊水素の本を教えてくださって、はい、で Kindle でもあるからって言われて私読んだんですけど、うん、はい、水素がすごいんだった、うーん、なんかやっぱ水素楽しみです。あ、楽しみですね、はい、ね、楽しみです、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、感謝してます、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではお次お話ある方はお気軽にお手手を挙げてください。はい、はい、はい、さっちゃん上手、ありがとうございます。感謝してま す, てます。私も今思ったんですけど、はい、スナット初めて、うんうんうん、この間やって、うん、マキシアに教えてもらって、うんうん、それで私、実はずっと納豆食べてなかったんですけど、あ、言ってたよね。そう、なんかね、あの美味しかった、お酢入れ、お酢、やっぱ大さじ1杯ぐらい入れて、私、うん、塩でやったら、すごいさっぱりしてて、うん、美味しかったです。うん、なんか、なんだ、醤油だとちょっとご飯にかけたくなるけど、うん、塩だとあのままでも、ね、なんかおかず感覚というかね、
なんか私もいつもご飯にかけるっていうよりはもうおかずみたいな、まあ、ね、そのまんま、うん、おかずみたいな感じで、うん、うん、あ、意外意外、なんかでもポン酢も美味しかったけど、うん、あの塩とお酢美味しいなって思いました。うん、うん、ねえ、新たな本当に楽しみね。はい、ね、ありがとうございます。ね、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにあのさっちゃん昨日お話もしてくださったと思うんですけど、はい、すごい弱人様今何粒飲まれてるんでしょ？朝2つに夜2つ。2つ。だから従来前の弱人の4倍っていう、うん、4倍、ね、なんかすごいお値段そのままだ、ね、そのままでなんかお安い。お安い。お安い。素晴らしい。ありがとう。はい。お綺麗でございます。ねえ、マンション、目が疲れなくなった。あ、そっかそっか。それはすごいね、なんかさっちゃん言ってくれてたね。ね、うん、目疲れないと楽しめる時間がもっともっと増えますね。そうなんですよ。ねえ、たくさん見られる。ねえ、見たいのいっぱいありますもんね。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、石井幸子上司、ハラペソポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳いきまーす。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい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 。あの、あと、ある方は、お手手あげるマーク、お顔を出されてない方も、よかったらね、気軽にお話していただければと思います。あ、さっちゃん。あ、さっちゃん、はい、ありがとうございます。あのね、なんか、ゆりちゃんが、野村ゆりちゃんがすごく弱人で、手の甲が綺麗なの。うん。私もそう。気がつく、言われるまで気がつかなかったですけど、うんうん、で、ね、なんかあの手の甲だったり本当にこうなんかあの誰かの体験談で それを聞くと、あ、そういえばとかやっぱりこう気がつきますよね。そうです、そうです、ね、ありがたいですね、うん、なんかきっと、あの、なんだろう、髪の毛とかにもすごいこう、いいんじゃないかなって、こう、思う、こう、ツヤツヤにこう、ますますなったりとか。はい、うん。あ、そうちゃん、お帰りなさい。お帰りなさい。ありがとうございます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 。そうですね。うん、うん。なので皆様の本当に、ね、あのご感想、体験談、本当にありがたいですね。うん、ありがたいですね。はい、はい。はい。もうあと、いかがでしょうか。はい。いかがでしょうか。ね、誰かの声が聞こえる。はい、うん。あ、まゆちゃん上手。じゃあ、先にまゆちゃん上手からありがとうございます。はい。はい、どうぞ。そのままで大丈夫です。すいません。ちょっと今、出てるので。はい。感謝してます。感謝してます。アスランに、あの、遠隔ありがとうございました。もう、私自身が焦って、慌てて、どうしようってなった時に遠隔をお願いして、うん、で、個別でも LINE もらって、で、安心して寝てるアスランに、ちょっとなんか黄色いちっちゃい竜たちがこう遠隔を送ってくれてるみんなのエネルギーが入っていくような感じもして、でその後まーちゃんからあの弱人を紙バランス塗ってるか私かなんか送ったか忘れたんですけど、弱人いいよって言ってもらって、でそれを紙バランスと混ぜて塗って、そしたらあの格段にあの、かゆみも止まって、で、カプセルを、すごい弱人じゃなくて、前の弱人があったから、うん、それを、あの、カプセル開けて、ガバッと出したら、すごい量が出たんです。うん、弱人の中のあの、カプセル、うんうん、あの、入ってる量がすごく多くて、これを全部塗るのはどうしようと思ったから、それをもう一回カプセルの中に戻して、ちょっとだけじゃ、紙バランスの中に混ぜて、塗って、
残り少しずつはチュールに混ぜて飲ませていくと、さらにまたなんかよく寝てくれるし、目の上の今アイコン載ってる左目かなのところはまだちょっとハゲてるんだけど、本当に良くなってきてます。ありがとうございました。すごいし、すごい弱人も楽しみ、うん。で、カプセルを開けたときに、うん、思った以上にすごい量が入って、見てびっくりして、で、すごい弱人は、これの、やっぱ倍入ってるわけではない、倍入ってるんだけど、量が増えたわけかどうかわかんないんだけど、めちゃくちゃいいんだろうなと思って。で、さっちゃんがどんどん色白になっていくのが、画面から見て、わーと思って。はい、で、今月の注文に私もすごい弱人を頼もうと思ってます。お待ちしております。そうです。うん、よかったですね。アスランちゃんよかった。ねえ、よかったですね。本当に、もう焦りましたの、うん、半分泣いちゃうぐらいも焦りました。年齢も年も年、15歳かな、16歳になるし、長生きする子は長生きするんだけど、寿命がわかんないから、もう、いっぱいたくさん送っては来たんだけど、送るたんびにもう身になんか引き裂かれそうになる自分がもう怖くて、ちょっとかゆい、ちょっと行動が変ってなると、冷静でいられなくなるんだけど、うん、みんなに遠隔を頼むと、本当に、寿命で亡くなるときは亡くなるんだけど、うん、その、亡くなり方も穏やかっていうのも、達也部長にもひとりさんにも、うん、教えてもらった本にも書いてあるし、安心はしてるんだけど、やっぱり焦っちゃうんで、うん、本当に仲間の存在がすごいありがたいのと、ジャズ人と神バランス良かったです、うん。以上です、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。聞かせていただいてありがとうございます。はい。はい、またアスランちゃんのね、お顔も見れるの楽しみにしております。うん、はい。寝てます。今ね、よかったよかった。ダイアン人で。はい。ありがとうございます。はい。はい、ということで、尾形真由美上司、腹ペソポイント、ワンポイント、ゲットおめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございました。はい、はい、感謝してます。では、続きまして、松岡明美上司。はい。感謝してます。はい、感謝してます。してます。すいません、このままで。はい。すごい弱人を昨日一瓶飲み終えたんですよ。はい。あ、昨日。あ、っていうことは倍飲みぐらい してたのかな。ね。倍飲み。ね。うん、倍飲みで、うん、で、飲み始めてからもう仕事がちょっと立て続けにどん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 入ってきて。おお、すごい。私の仕事はクロス貼ったり清掃したりだから、うん、体力がいるんですよね。うんうん、きつくもないし、疲れたのもないし、うん、で、今日、去年、1年ぐらい会ってない、僕たちに会ったら、あ、整形したでしょ。してないよって言ったら、だってほうれい線ないじゃんとか言われて、うん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 、そんなにまあちょっと張りが出るなって、うん、手のさっちゃんが言うように手の甲がね危険なっていうのもあったんだけど、だからその整形したねって言われると思わなかった。うん、だからちょっと5倍飲みした効果があったのかなと思って。5倍飲み、バイドミです。バイドミ。いや、でもよかったですね。嬉しいですね。ねえ。もう、あとはもう体がポカ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 してるんですよ。うん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 。うん、まあ、本当に夜もうっすり寝てるし。うんうん、うん、うん。で、朝もスッて起きれます。ああ、うん。目覚めもよく。うん。そうですね。うん。
またします。はい。ね、嬉しいですよね。なんかね、本当にこう、褒め言葉だよね。なんかもう本当に整形級というか、ね、若返るというか、若くなって見えたんでしょう。すごい素晴らしいです。はい、ね。嬉しいご感想、ありがとうございます。はい。それでは松岡明美上司、花ペースポイント、ワンポイント、ゲットおめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。お後はいかがでしょうか。はい。はい。あ、たまちゃん隊長、ありがとうございます。はい、感謝してます。ありがとうございます。はい。外から失礼します。大丈夫でしょうか。大丈夫です。あの、どのサプリかはちょっとわからないんですけど、私、あの、マルカンさんのサプリも飲んで10年過ぎるんですけど、久しぶりに会った友達に、ちょっと腕まくってたんですね、食事してて無意識に。あのさ、って言われて、何って。肌が、なんか、プリッとして、プリッとしっとりしてるとか、なんか、びっくりしてるんだよねって言われて、えって言って、私アトピーだから乾燥肌なんだよねって、いやいやいや、なんかさって言って、地球年齢知ってるから、ちょっとこれ、ちょっと違うよね、肌って言われて、長年飲んでた、多分成果だと思うんですけども、はい、細胞が入れ替わるたんびに、うん、ひとりさんの、波動とあのサプリのおかげさまで、自分でも気づかないぐらい、なんか人から見て変わってたみたいで、今、竹見さんの話を聞いて、はい、思い出しました。ああ、よかった。よかった。ありがとうございます。嬉しいよね。嬉しいね。そっかそっか。あの、もともとあの、アトピーみたいなのを持ってると、ちょっとしっとりとか張りがある、張り、でなかなかないんで、言われることがなかったんですよね。だから、相当、はい、あの個人の感想ですけども、肌質が変わってくるのを手伝っていただいたんだなと思って、はい。あの、この乾燥のひどい冬に言われると思わなかったです。ああ、はい。より嬉しいですね。嬉しいよね。はい、嬉しいです。っていうか、こう、寒い時期にね、うん。そうなんですよ。はい。嬉しい感想、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、それでは西山敦子隊長、ハラペースポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳、万歳、万歳、よっしゃー、ありがとうございます。素敵なイルミネーションバックに、ありがとうございます。はい、感謝してます。はい、ありがとうございます。はい、むっちゃん。はい。ありがとうございます。感謝してます。はい、感謝してます。ありがとうございます。すいません、顔なしで、はい、大丈夫です。私もちょっとすごい弱人の感想を、はい、また報告させていただきます、はい。昨日から飲み始めて、今日2日目で、昨日は寝る前にも2カプセル飲んで、うんうん、そしたら今朝、私、地球年齢ではちょっと、美少女症候群というか、そんな感じの年齢で、去年ぐらいから生理の周期がちょっと不定期になってきてて、うん、そろそろ、終わるのかななんて思ってたんですけど、今日ですね、その排卵痛っていうのが私、敏感であるんです、うんうんうん。それがあったんですよ、朝から。うん、それで飲んで次の日だったから、うん、ああ、なんかやっぱり若返りのスイッチがこう、あって早速、うん、階段がみたいな感じで、痛いのは嫌なんですけど、うん、なんか嬉しいような痛みを感じました。うんうん、それと、昨日の夜はですね、すごく食欲があって、朝もあんまり食べないんですけど、朝も食欲があって、なんかその若い頃の食欲にも感じがして、はい。ちょっと、おかわりして食べたというか。ああ、いいですね。あとは、そうですね。朝も2カプセル、やっぱり飲みたくなっちゃって、2カプセル飲んだんですけど、鏡見るとやっぱりほうれん線が、あきみさんも言われたように、私もちょっとこう、ぷくっと、
うん、の方が張った感じがして薄くなってる感じがしました。うん、そうですね。あと睡眠も夜はうっすり本当深い眠りにつけた感じで、とてもすっきり目覚めも良かったです。うんうんうん。うんうん、ありがとうございます。すごい。この一日の間ですごい、いろんなことが。で、本当に。ね、でも本当ね、皆さんなんかこう、飲んだ次の日っていうか、鏡見ると、自分の顔で、なんか、うわーって、なんかすごい、びっくりっていうか、はい、やっぱりこう、そのね、ほうれい線が痛くなったり、はい、キュッとなったり、毛穴がこう、なんていうの、本当に、キュッとこう、毛穴がなくなったり、本当にこう、肌に、肌っていうか、お顔に現れるのって一番ね、なんかこう女性で、ね、ね、嬉しいというか、男性も嬉しい。男性も嬉しいよね。ね、ね、そうだよね。ほんと一番こう見た目でこうわかるっていうのはね、最高ですよね。はい。ちょっとね、もうすぐ新発売の水素もあるからどうしようかなと思ったんですけれども、うんうん、なんか、注文してよかったなぁと思って、うん。そうそうそう。なんか、さらにもっと可愛くなると思う。ねえ。楽しみでいただいて。はい、感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。聞かせていただいてありがとうございます。ということで、行徳睦子城主、ハナペスポイント、ワンポイント、ゲット、おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳、いらっしゃー、ありがとうございます。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、はい、はい、うわ、大丈夫ですか、大丈夫ですはい、かしこまりました。では、あといかがでしょうか。はい、はい、それでは大丈夫そうであれば、はい、本日は以上とさせていただきたいと思います。最後に、だんだん良くなる未来分かり、3回やって、万歳やっていきたいと思います。はい、それでは参ります。せーの。だんだん良くなる未来は明るい。だんだん良くなる未来は明るい。だんだん良くなる未来は明るい。今日も宇宙一幸せなお時間、ありがとうございました。万歳いきます。せーの。万歳万歳万歳、よっしゃー、ありがとうございました。はい、ということで、6時での全員集合は以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、引き続き同じこのズーム回線で、だんだん良くなる未来わかり、1000回の旅、18時45分頃から、始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは一旦、レコーディング切らせていただきます。それでは。一応、あれも言ったら、うんと、なんだっけ、今週の金曜日オフィスでお授け会。あ、うん、はい、ありがとうございます。すいません、すいません、終わり間際に。はい、1月19日の、お昼の12時半から15時まで、はい、龍眼のお授け会、開催予定でございますので、オフィスの方にいらしてください。はい、で、行きつけの丸勘のお店さんの店長さん、に、ご連絡いただくか、オフィス、もしくはね、花江隊のマルカンのお店さんで買われてる方は、はい、まあ、行きつけのお店さんか、オフィスの方にお問い合わせください。はい。はい、よろしくお願いします。はい。それでは一旦6時でお全員集合レコーディング切らしていただきます。それではごきげんよう、5秒前。4、3、2、1。わーわー、感謝してまーす。ありがとうございます。